学科も技能も終わってご飯も食べ終わって今からはもう自由時間なんだけど So today I'm so tired。 初運転は自分が思っている通りにはなんか曲がんなくて難しいなって思った。そんな感じです。こんななんか授業とか話を聞いたりとかするのが本当に学生ぶりだから最初の出来事だけが乗り越えるべき壁だなと思ってて、もう焦らない、落ち着く、テンパっちゃうんだよね最初って。すごいこの運転だけじゃなくてうまくやらなきゃいけないっていうなんか誰にも言われてないのに自分にすごいプレッシャーかけちゃうタイプなのかもしれなくて、自分のなんか感情とこの2週間うまく付き合っていかなきゃねって思いました。前向きに考えて自分にはできるって信じたいので祈りながら神様に力をもらって、恐れが目の前に来ちゃうからさ、なんで泣いてんの、涙を流してすっきりするタイプなのかもしれない。今日は天気は曇りなんだけど私の心は本当にとっても晴れいっぱいいっぱい頑張ったからめっちゃ嬉しいです。皆さんありがとうございます。合宿中にハプニングっていうのかなまあちょっといろいろあって、当時は動画撮れなかったんだけどもう目の前に精一杯だったっていうのもあって体調悪くなっちゃって、その時は効果測定のなんか勉強をね夜にやってて、もう勉強を終わりにしてなんかいきなり目の前がうわボーンみたいな感じで一瞬でいつもと違うみたいな感じ、最初なんか疲れてるのかなって思ったんだけど、だんだんお腹とかも気持ち悪くなってきて吐き気がして、もうちょっと食べてる人とかなんかこういうの苦手な人は飛ばしてください。最初はね少ししか吐かなかったんだけど終わったと思ったらボワーって
2回目ぐらいでもう噴水のように出てきちゃって、それで終わりかと思ったらさ、止まんなかったの。何回吐いたか覚えてないぐらい、もう本当に胃が空っぽになるまで全部出ちゃって、もう本当にすごく辛かった。もうどうなってんのみたいな感じですごいパニックになっちゃうじゃん。思い当たることないかなと思った瞬間に、ね、夜ご飯がネギトロだったから、最初ねネギトロ丼で食中毒になったのかなって思ったんだけど、あんなに吐いたことなかったからさ、明日まで様子見て、ベッドから立った瞬間もう目の前がクラクラクラしてるでも熱はなかったの。もうただ吐くのと、もう立てない、何が起こってるのかわからない、ショックがすごかった。合宿自体が私にとってすごく大変だったのに、もう体調も悪くなってハードすぎてついていけなくて、電話してちょっと体調悪くなったんですけど、ここの運転が取れないともう一日伸びちゃうって言われたので、私は一日伸びるのだけは嫌だと思って、ちょうど午後だったから、あ、じゃあもうちょっと治るかもしれない、待ちますみたいな感じでね、休んで寝て午後まで待ったんだけど、治りませんでした。運転するのには危険だなって思って、一日の予定をキャンセルしました。予定通りに帰りたかったなって思った。やっぱめちゃくちゃ頑張ってた。2週間後には帰りたかったから、すごいね、芸能も学科もね頑張ってたんだけど、体調不良でまさかの1日延びるっていう。正直に言っちゃうと目標があったからこそショックすぎて、あとはやっぱね合宿で仲良くなった子たちもいて、でその子たちとね帰る日が一緒だったの。一緒に帰るのも楽しみにしてたから、いろいろ心が戦ってました。なんか感情が、多分ね私がね体調悪くなっちゃったのは、ネギトロ丼を食べて具合悪くなった人いなかったんだって、私だけなんだって。でよくよく考えたら、その環境の中でのプレッシャーとストレスがすごくて、多分体がね反応しちゃったんだと思う。1日伸びちゃったんだけど、残念な結果でずっと終わりじゃないから、そこでとどまるんじゃなくてもう前を向いて進む最後は絶対いい結果が待ってるから、まあ、それをねまた新たに目標にして進んだって感じ。お祈りしながら神様に頼って、もうお姉ちゃんにもねお祈りのリクエストもして、もう本当に神様が答えてくださって、1日で治ったの。もう本当に奇跡、1日で回復したっていうのが本当に感謝。やっぱ1日中もずっと寝てた。あ、そう、それと合宿で友達になった子たちがね、私のためにお粥とか水分補給とかができるように買ってくれたの。そう、 YouTube も教えたからね、見てくれてたらありがとう。もうなんか授業始まる前にお店とかにね駆けつけて買ってきてくれて、もう本当にもう泣いた、感動して。みんなと出会ってなかったらさ、すごくもう今にでも泣きそうなんだけどさ、愛を感じた。だってもうどうしようって思ってたもん。2日か3日間ぐらいはお粥生活をして、本当は食堂のね美味しい食べ物食べたかったんだけど、胃をねちょっと負担かけさせちゃったらまたなっちゃうかもしれないから休ませて、まあ、それでね、もうちょうどお粥も切れた頃だし、その食堂のご飯がねちょうどねハヤシライスだったから、ルーとかに混ぜてね食べることができたから、食べた時に吐かなかったし気持ち悪くなかったから本当にありがとうございますって感じ。ネガティブにとどまったらどんどん下がってきちゃうから、もう頑張ろうって感じで、なんか目の前にやることを楽しもうって思って、そうやって一日をねどんどん過ごしたら、やっぱすごく学ぶことも多くて、この経験があったからこそすごいまた感謝が溢れてちょっと話長くなっちゃったかな体調が回復したことに感謝です。合宿で仲良くなった
たうちの一人の子が明日卒業検定でみんなでお別れ会しようみたいな感じで計画をね立てたんだけど、みんなにちょっとしたねプレゼントとお手紙を渡したいと思います。そう、今はいろいろ手続きも終わってこの時間に戻ってきてくださいって言われてる。そう、もうカードがね今日渡されます。さっきローソンあってミルクココア、エナジー牛乳プリン。本当はさ、ご飯系が食べたいんだけど食べれないの。強制で歯を、下の歯抜いたばっかりで何食べようか悩んだんだけど、ゼリーとかもうプリンしかないと思って、お腹空いてるのに甘いものだよ。あんまりよくないね。食べます。美味しいよねこれ。うまっ。久々に食べたけど美味しい。なんかちょっといつもと味違う気がする。おいしい。合宿から帰ってきて勉強したんだけど本当に難しくて、今日もすごく緊張したんだけど一発で受かって、もう本当に神様に感謝。ミルクの方が強いって感じの味し、まあ、こっちが甘かったからかな。そう、嬉しい。So guys, 褒め試験を受けて無事に合格できました。そして家に
書いてきました。うーもうなんか涙すぐ出てきちゃうね、やばいね。とりあえず第一、安全運転。全ての感想を言うとね、楽しさあり、悲しさあり、喜びあり、辛さあり、全てが混ざってる。だからこそすっごく深かった。なんか長野県もすごく360度もう周りどこ見ても山だし自然だし、すっごく素敵な場所で、なんか2週間初めて田舎生活を経験できて、なんか本当になんか貴重な経験だし、すごく楽しかったし、合宿とかでも仲良くなった子たち出会えて感謝してるし、その他にもお姉様とかお兄様とかにもね、食堂とかでね食べてる時にお話とかもして、久々にねいろんな方とねコミュニケーションしたの。素敵な方たちに巡り合いました。素晴らしい経験。またいつかみんなにさ、運転してる姿とかさ、運転してるブログとかね、アップできたら、いつになるかわからないけど、楽しみだね。そう、応援してくれたみんな、ありがとうございます。Thank you so much, everyone. God bless.